よ。先日つぐつぐがパーソナリティのラジオで女装するなら制服かゴスローリー服どっちというお便りがあったのですが、ゲストの杉田さんの誘導で加山さんがコスプレするならどっちという話題ですね。かっこいい。何これ。つぐつぐは僕は学校の制服の方がいいですね、見てみたいですと言っていました。ちょっとこれ何の話。いや、それね、それ自分がパーソナリティでやってた、もう終わったんだけどね、うん、終わった、あの別作品のね、あのパーソナリティでやった時に杉田さんが来てくださって、うん、で、あのリスナーの方からそういったメールが来たの。 お二人が女装するならどれがいいですかっていうやつ でそれでいつの間にか話がね、あのカエノさんの話になって、でそれでじゃあまあそうか、うん、カエノさんのだったらどっちが見てみたいって言って制服って。おお。いや、だってさ、だって数ある、例えばまあ作品ごとに、うん、なんかあの、なんで言い訳してんのこれ、まあ作品ごとになんかそういったなんかコスプレみたいなする機会はたくさんあると思うけど、制服はないと思うんだ。ないと思う。ないだ。まあ、そうだね、私作品であんまり制服とかは着たことないかな、うんうんうん。え、なちなみにだけど、うん、セーラーとかブレザーどっちがいいの。ブレザー。へえ、うん、が好きなんだ。いや、好きだってさ。いやいや、別に変なこと聞いてないでしょ。いや、あのセーラーはうちの、あの高校がそうだったから見慣れたんだよ。ブレザーは、うんうん、なんかね、新学校みたいなイメージがあって。あって、あ、なんかちょっとお嬢様的な感じが、清潔感みたいな感じ、うんうん、そうそうそう、そういうこと。そうなんだ。え、ちなみにこれ松岡くんが自分自身がだったらどっちがいいってことになったの、うん、そこ、あれ結論ついたっけあれ。杉田さんは、ちなみに制服着るのに抵抗はないのかな。いや、あ、そうっす。うん、杉田さんはね、僕一回画像で見たことがあるの。画像？うん、画像で杉田さんが女装してるやつ一回見たことがあるの。あ、じゃあ全然抵抗ない方なんだ、うん、すごいね、うん、でももう私が着なくても、うん、いいね、もうこれ杉田さんで十分だよ。十分十分十分。火曜日また会おうっぽ。むすルンペ。